気を失うわけにもいかない。今日ざめよ。何を考えているか分からない個人だね。強い力を持ち忠実な部下もいるが、我が前に来た。あの調子じゃ信奉者以外のスーパーに行けない。対抗勢力が現れている。ここにいるのは危険かな。なおかつ救援に参った。行けよ。どうしたらお前を国の輩に撃たせはせぬぞ。おお、兼続殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。苦しい人が来た。でもなんかほっとしたね。宿敵、共に闘争の美酒に弱め。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。俺の力、思い知れ。聞くしかないか。しかし、核の目論み通りよ。あっぱれなもののふよの。やはりそっちから来るか。福兵部隊、出番だ。親方様の読み通りだな。みんな、眼前の敵を打ち破り、突破せよ。あんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。竜と風。まだ遊んでやる。あいつら来とったか。やっぱり読みは当たりっちゅうこっちゃ。数々したアレスたちの先遣隊でしょう。今のうちに例の地位うるさいな。ゼウスさんはとっても偉い神様なんですよね。なんでここに来るんでしょう。それは今から本人に聞けばええ。アレスたちに邪魔される前にな。敵の頭に直にやって決着つける。マジしびれる。感心するのはいいが、役目をおろそかにするな。俺たちは味方が霊の地を抑え次第守備に向かう。抗う。攻撃を抑えるだ。暴れるだけじゃダメなのかよ。そうみたいだね。ちゃんと周りを見て動けよ。ね。あらがう。我が前に立つと愚かな。私の相手では不服かな。さあ、遊ぼう。踊り続けて。